うわ、鶏。食料も欲しいとこだな。ここら辺雪で全然進めない。雪がなくても全然進んでないんだろうけどさ。ベッドとか全然作れないよね、まだまだ。卵あったわ。いた。落下ダメージちっさ。あ、でも痛い。結構痛いぞ。リンゴ食べ、リンゴ、リンゴの大きさ。リンゴの大きさよ。めっちゃ食べんのに時間かかる。あ、でも全回復だ。そうか、体が小さいから。え、それはいいね。食料不足にあんまなんないじゃない。いや、なんか敵がいそうな雰囲気。いた、出てきたけど大丈夫か。これ三人称の方が絶対やりやすいわ。剣作っとくか、今のうちに。不安になってきたね。えい、あー、いった。いや、でもそんな痛くないな。敵のマークが見えてきたよ。怖いよ怖いよ。お、剣でかい。ん、草の中通ったらスピード落ちる。なんかそんな気がした、今。気のせいかもしんない。お、いたい、なんでなんで。鶏さっきまで仲良かったじゃん。一定なんだあれ。小さいから触れたらダメージみたいな。マジか、そりゃないぜ。そりゃ怖いぜ。ワンパンで結構食らったけど大丈夫かこれ。いい、うわ、あ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 、羊だ。待て、ほら、あ、やべえ、でかい。見て、羊にぶつかるだけでそれが。痛すぎね、これ。食べるの時間かかるし。OK。一匹狩るのに、超大変だぞ、これ。ほら、よっしゃー。命がけの羊毛だ。まさか羊でこんな苦戦するとは思ってなかったわ。ブラウンの羊。なんだ？コウモリは大丈夫だよね。ほらほらほら、いたいたいた、いって、ダメージ受ける量よ。いた。痛すぎでしょ。俺の方がすばしっこいだろうけど。ほら、よっしゃ、これで羊毛3つ揃った。あとはお家作る。おー、あぶねえ。なんだ今の。あぶねえ。てかクリーパーって興味なすよ、もしかして。俺の方一回も見ないぞ。やつ、オッケー。お、かぼちゃがあるぞ。しかもこれはサトウキビだ。サトウキビ壊すのにちょっと時間かかるね。普通なんかワンクリックで壊れなかったっけ、サトウキビ。なんでサトウキビかというと、ちょっと待てよ。クラフティングテーブルであるものが作れちゃうんですよ。紙を、まあ、手に入れたと。これ何のためにあるかっていうと、そのカボチャ先に取っとくか。紙を手に持って行くぞ。お、ほら、紙で飛べるっていう。可愛らしいよね。小人ならではのアクションだよね。紙で飛べちゃうっていう。おお、綺麗だな水。結構滑空してられるんだな。さあ、家を建てる場所を早く決めちゃおう。